今回は我々 G ボーラーズチャンネルとボーリング TV のコラボ企画。さあ G ボーラーズチャンネル代表しましてバックマックのマックンです。そしてボーリング TV を代表しまして48期生ボーラーロー専属の山田由紀です。はい、山田プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回コラボ企画なんですけども、はい、どういうことやるんですか。はい、今回の企画はオセロボーリングでございます。オセロボーリング、オセロボーリング会でございますね。はい、ちょっと改めたバージョン、ちょっとルールというか変わったんですね。はい、変わりました。オセロボーリングって知ってますか。そうですね、私少しだけ内容をですね、はい、詳細を見させていただいたんですけど、なるほど初めてなので、はい、どういったものかっていうちょっとワクワクしてます。だからまあオセロはもちろん分かりますよね。オセロは強いと思います。マジっすか。はい、でもねオセロは白と黒です。はい、なんですけどこれボーリング入ってきますから、そうです、ね、倒したピンによってのこのオセロのゲームがくっついてくるからちょっとややこしいっちゃややこしい。そうですよね、狙ったピンを倒さんとダメってことですよね。そういうことです。はい、そしてはい、そしてですね、特別ルールなんですけども、四隅があるんですけども、はい、その四隅をですね、いきなり置いてしまうと、かなり有利になってしまうので、四隅の場合はその場所にしか置くことができない、もしくは挟むことができる時のみに置いてもらいます。いきなりはなしにしてください。はい、わかりました。そんな感じで、あとはもうルールはもう、はい、マクさんが全部言ってもらった通りです。だからオセロ回っていうのは、今まではね、3とか、まあそういう低い数字もあったんですけども、はい、もう今回は8、9、10ということなんですね。はい、そこに絞っております。はい、で、まあこれなんとなくなんか今日2人衣装もあってチーム性っぽいけど、これ対決なんですよ。もちろん対決なので、商品と罰ゲームもございます。これ なんで白黒なの。僕に合わせたんですか。そうなんです、パッて見て、あ、私も同じスタイルだと思ってちょっと ね合わせちゃいました。僕だってもうこれだいぶ前に作ったやつマックンってちゃんと書いてありますから。私もボーリング TV も黒で合わせてしまいました。いやだ、もう、まあ、気が合うということで、はい、オセロにぴったりですね、衣装もね。はい、もうぴったりでした。ゲームは対戦ですか。はい、対戦した結果負けと勝ちで何かあるんですか。はい、はい、もちろん、商品と罰ゲームもございますし、はい、はい、たら、はい、素敵な商品、ちょっと素敵な商品欲しいです。はい、で負けたら、はい、素敵な罰ゲーム。罰ゲームが。両どちらも素敵ですね。そういうことです。はい。はい、じゃあ先行後攻先に今決めちゃいますか。はい。先行が白です。先行が白。白。はい。じゃあ何で決めますか。どう、じゃんけんとか。じゃんけんですかね。はい。僕は必ず聞いてます。何出しますか。え？全部のプロに聞いてます大体。で、うん、はい、そこで性格が分かるんです。グー出します。グー出しますか。グー出します。はい、いきます。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、え、これグー出さないんですか。いやえ、これで、はい、まあもう性格は分かるわけですよ。分かりましたか。性格読まれますか。はい、いやだから性格は素直な性格。あ、素直。はい、いきます。本番です。はい、最初はグーじゃんけんぽい。わー、ああ、はい、先行後攻どちらで。先行でお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあ意気込みをいきましょうか。はい、はい、それでは2人頑張るぞ。えい。もう一回です。はい、さあそれではコラボ企画オセロボーリング頑張るぞ。えい。おお。さあそれでは山田プロ、はい、1投目。やっぱり10本をまずは倒さないとダメですよね。まあそうなんですけど、はい、これはもう8、9、10どれか倒して、はい、一番最初にどれ置くかっていうところから始まるので、まあまあまずはそうですよね。8本以上倒したら OK ですかね。はい、でもまあせっかくプロなんですから10名出してください。はい、まずストライクからスタートできるように気持ちよくいきます。お願いします。はい、さあ1投目。おー、いい球投げますね。入った。すごい。よし、じゃあ、さあまず角は取れないので10、はい、どちらの10にしますか。え、重要ですよね。あ、でもね、下でもいいのか、角じゃなければね。あ、いいですか、これで。それいくの。え、違うんですか。ここ、そこでいいんじゃない。ここだいたいそこですよ。あ、本当ですか。はい、そこ取っといた方がいいと思います。ここでお願いします。はい、これ、すいません、山田さん、山田プロ、オセロ強いって言いましたよね。オセロのルール分かってます。いや、そう、あそこの下の銃欲しいって言う人なかなかいないけどな。あれ大丈夫なんですかね。ちょっと久しぶりやから緊張してますね。どう、お願いします。大丈夫かな。
いやだからこれね、先行がめちゃめちゃ有利だよな、はい、まあいいや、じゃあ8、9、10のどれか取ります。はい、でも10狙おうか。僕ハウスボールです。はい、はい、うわすごい、うまい、うわあ、うわ7、どうなるんですかこれ。7はダメなやつだから埋めれないんですね。埋めれないんです。これでまた不利なんです僕。ちょっとでも、はい、そしたら、はい、8、9ぐらい、まあどれでもいいんですよこれは。そうですね、まずは最初は、はい、どれ取っても一緒です。はい、あーいい球投げますね。あ、8本何本？8本です。8本か。8本。さあどの8本？もうそしたらもうここにします。はい、ここでお願いします。これ8本9本ひたすら取り続けたら真っ白にできるってことですよね。はい、なりますよ。よし、あーダメだ、やばい。おー8本、あ9本、9本、あぶね、あぶね、あ絶対もうあそこ取られる、やばい、やばい、しかこっちだな、やばい、ここだともう角取られちゃうもんね。どっちがいいの、こっちの方がいいのかな。ここでお願いします。冷静ですね。さあ次何本、次も10本、10本倒してあの下を行きたいです。はい、行け、うまい、イエーイ、すごい、ここ埋める、どこ、ここ埋めたいです。あーマジか、どうに行こうかな、こっちから行こうか。うまい、イエーイ、すごい、どこなのこれ。迷いますよねこれ。まあ、もうここかここしかないでしょ。そうですね、でここだと潰されるし、はい、ここか、はい、ここだと上、さっきそうですね、危ないもんね。はい、危ないです。でもあそうか、でもあでもこっち先の方が、うーん、じゃあこっちでいいや。はい、はい、お願いします。次はそしたら8本狙ってあそこに横に置けるように行きたいですね。はい、まだ返せない、返せない、あそっか、8置いて返すの、8置いて、はい、返したいです。了解です。8狙えるんですかプロは。8本、そうですね、ちょっと厚めを狙って。なるほど、はい、はい、お願いします、プロの技を。厚めを狙って8本、いけるかな、いきます。ストライクなっちゃう。うまい。ああ7。おお、こういうミスもあるんだ。ちょっと狙いすぎました。よし、これで。やばい。一応互角というか。やばい。やばい。マジかマジか。行くぞ。ちょっと待って。やばい。いや、ちょっと欲張りすぎました。欲張っちゃった。じゃあ俺今度8かな。俺も8かな。はい。よし。やばい、斜めでね。そうですね。狙われちゃいますよね。これ。じゃあ割ろうかな。わざとそっちを。わあ、よっしゃ、8、割らなかったけど、すごい、8、ちょっとめっちゃすごいんですけど、これこれこれ、ここだよね。やばー、はい、はい、置いちゃダメだもんね、そこはひっくり返せるんで。え、どういうこと、その左下に袋を置くと、え、ひっくり返せちゃう、斜めにひっくり返せるんで、その場合は置いてもいいです。あれですよね、多分ここで、こうですよね。あ、ごめんごめんごめん、本当だ、ここだ、ここだ、ここだ、ごめんごめんごめん、ここ、すいません、ここにします。やばい、やばい。全然気づいてねえじゃん、俺。男に2号ありますね。え、あさっき男に2号、すいません。さっき男に。直近直近できるじゃないですか。さっき男に2号ないって言ってましたよね。恥ずかしい。うん、ですね、ここです、僕は。ここです、はい。やば、危ない、あ、何を言ってんだと思ったけど、俺黒取ってるじゃん、おい、やば、イエス、一気にやられるパターンですか、これ。え、ちょっと待って、いいよ、え、どうしよう、結構やばいですよ、これ私。いや、先行ですから。ちょっとでも10本
すわけではいかないんですよね。9本か8本じゃないと、うん、9 9本を狙うか。8だと1個返せるけどね。あ、9本、どの9？ここ？いや、ここですね。角は無理だから。角ダメですもんね。ここで。はい。お願いします。僕はじゃあもう9しかないか。あ、ダメだ。ずれた。うわー、7本。7本。7本。7本ですね。はい。わ、なんかもうこれ見てるのドキドキするんですけど。ね、ドキドキする。でもまあまあ。すごいドキドキする。今の僕の失敗でちょっと楽になったんじゃないですか。ちょっと気持ちが、はい、今ので私も薄めを狙って。うわい、あ、これはこれはいったよな。ストライクはちょっと、だからもう角は受けないでしょ。 こんなにストライクを嫌な投球あるんですね。だからもう、だって絶対ここ置かれちゃうじゃないですか。そういうことですよ。絶対これやられてしまう。山田プロそこの下しか置けないからね。これしかダメなんですよ私。はい、え、めっちゃ嫌よ。さあここでお願いします。あ、なんだろう、さっきミスしたのになんかちょっと気分が、ちょっとストライクがこんなに嫌な気持ちになるなんて。うわ、そう、これが企画の面白いところです。プロと芸人が対等に戦えるんです。やばい。今でも数一緒ですよね。はい、置いてる数は一緒ですよね。はい、やばい、ちょっとストライクだけはやめてください。はい。やばい、ストライクなる。うわ、惜しい。怖っ、めっちゃ怖い。9本。いや、9本。ここしか置けないのか。あ、ここでいいんだ。ここだね。ここ置きます。え、これ次もしストライク出たらどうなるんですか。はい、そしたら角が取れる。あ、取れるんですね。はい、よし、ストライクを狙う時が来ました。はい、よし、じゃあ絶対ストライクを取る。さあ、いいですね。ストライクを狙う時が来た。ストライク狙う時が、ちゃんと狙って取る時が。そうです、宣言して取れる、はい、最初もね、一応ストライク宣言して取りましたから。はい、はい、ストライク取ります。見ててください。はい、よし。おい、け、やっちゃう。やった、ここ絶対ここ、はい、絶対ここに置きます。ここお願いします。やったー、すごい。やったー、多分あのカメラ撮れてるかな。え、山田プロのこれすごいね。久しぶりにいい大人がこうやってるの見た。すげえ、やった。まあ俺も10狙った方がいいよね。そうですね、あの一列を。そうですよね。あー、もうどうかな、いけるかな。いきます、よし。あー、浅い。7が多いな。すいません。じゃあ私がここでまたストライク取って。さあ、取ってください。下をとりあえずもう一個置きたいですね。9だと僕の返せますよ。そうですよね、はい、9。え、あ、本当だ、9本。はい、狙います。お、浅い。あー、ストライクだ。まあでもいいじゃないですか。そうですね、あの角がまた、角しっかり取ってるもん。角取れた、イエーイ。こちらでお願いします。イエーイ。うわ、同点。やった、同点になった。どうしようかな。よし、もうストライク取っちゃいけない。取ってないけど1回しか、はい、よし。9本か8本か。9本か8本。あー、ずれるな。私が、そしたらもう一個行ってください。行ってリードします。ちょっと俺真ん中行かなくなったな。行ってリードします。8か9狙うと7本になっちゃうんですけど、ちょっと大げさにいや、ストライク行くよこれ。
ね、ストライクない。でもほんとちょっと8本を。おい、お浅く狙った。9本。うまい。よ、9本と。ここ。そっちか。そう。ここで。だね。お願いします。正解。イエーイ。正解。その隣に置いちゃうと裏返される可能性あるもんね。はい。さあ逆転。9狙おう。9。はい、今9狙ったんでしょ。9本を、はい、すごいわ。薄めを狙います。薄めを狙えるんだもんな。おっと、いやあ残ったと思ったのに。うわすごいと思ったんですけど。うわ最後、いやもう、ね、ナイスボールすぎましたね今。うわ悔しい。これだけストライクが嫌な気持ちになるとはですよね。ねえ、ほんとね。それがね、この企画のね、いいところ、面白いところですよね。いやー、じゃあ、はい、もうちょっと、9本。あ、うわ、もうこれで終わりぐらいかな、もし取られると。おー、かなり薄め。9。おー、おーすげー。え、ちょっと8って難しいんですよね。9本でここでしか置けないですもんね。そうですね、そこしかないですね。でもここ置いたら次、はい、そうですね、まだ僕はあのここ置かれたらもうボンボンボンっていっちゃいますよね。そうですね。ここも、え、一気にやられてしまう。だから僕8狙いです。え、8やったらめちゃくちゃ大逆転です。いやだからそれが一番いいと思います。お願いします。やばやばい、8本めっちゃ難しいんですけど。え、すごい。マジか。え、これ最後の一投ですか。最後の一投。やばえ、こんな面白い展開あるんですか。じゃあちょっと整理しますよ、はい、僕8を倒せば大逆転、はいはい、そうですよね、3個ひっくり返しされちゃいますもんね、はい、9だと同点です、はい、同点。そして、はい、ストライクだとドボンです。ドボン。そうですよね、もう8本か9本、はい、僕こういうプレッシャーにめちゃめちゃ弱いんです。強そうですけど、めっちゃ。いや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 、強そうですけど。まあ全然違うね、ガターとかね。行く時ありますから。え、ちょっとよし、8。これは面白すぎる。でも僕の場合は、はい、8を狙っていけるもんではないです。はい、行きます。やばい。よし、行くぞ。はい。あ、お、いや、おー、うーわ、7。7。残念、負けです。ちょっと心の声が漏れそうっていうか漏れちゃいましたね、多分。危ない。やったーって言ったでしょ。結果発表。さあ、こういう企画のボウリングいかがでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しいですよね。本当に最後までわからないっていうのがすごい面白いですよね、これ見てても。初めてでしょ、ストライクを取って喜べない。本当なんですよ、ね、よっしゃって思いたい気持ちと、あーって思う気持ちと、なんか複雑ですね。はい、そんな紆余曲折ありまして、はい、見事勝ったのは山田プロでした。やったー、すごいな。結構予告通りに倒したのが結構多かったですもんね。ですね、本当にあの、はい、よっしゃっていう、まあ、ラッキーもあったんですけど、もうちょっと本当に願い通り倒れてもらったんでよかったです。で、僕はもう最後8、9どっちかっていうのに肝心の一番ピンを外すという。もう本当にポンコツ野郎でございます。勢いがすごかったんで、はい、倒れるんじゃないかってドキドキしながら見てました。そういう時もあります。でも倒れませんでした。はい、はい、勝った山田プロには、はい、商品があります。何でしょう。はい、商品はお米です。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。いいですね、めちゃくちゃ嬉しいです。もうこれはご夫婦、はい、もう一食分でしょ。一食分、そうですね。もう1日で、はい、1日でなくなる分ぐらいで食べちゃいます、これだけ全部。はい。さあ、そして負けた僕には素敵な罰ゲーム、はい、さあ何でしょう。サジージュースです。サジージュースって何ですか。色がちょっとヤバくないですか。うわ、何これ。え、辛いの。何、果物の。飲んでみて。飲むんだよね。飲みます。え、これは、おぉ、嗅いだことのない匂い。すごい、あの声がどこからかの声が出てます、今。え、匂いだけ。
めっちゃ臭い。臭いよね。え、臭いよね。なんか、いきますよ。めっちゃ臭かった今。なんだ。体に入れちゃうはいけないもんみたいなさ、リアクションだよね。いきます、いきます、いきます。え、もう。なんかサワーとかでさ少量入れるやつじゃないのこれ。それを現役で飲んじゃったみたいな。そんな感じ。お腹痛かった。笑いすぎてお腹痛い。お素敵な罰ゲームでしたね。本当に素敵でした。これ終わって撮影やって家帰ってからあの炭酸いっぱい飲みました。そうするとちょうどこの中でちょうどいい。ちょうどよくなる。やったー、はい、おー素敵な罰ゲーム。はい、参りました。もう、はあ、もう口の中が変な酸っぱい感じも楽しくて、はい、はい、ありがとうございます。いやすごいな、このなんだろう、この酸っぱい気持ち。悔しい気持ち、あの、申し訳ないんですけど、はい、もう一試合しません？リベンジ戦ですか？はい、いや、もうぜひ、楽しかったので、はい、もうぜひともよろしくお願いします、私。いいですか？はい。じゃあ、負けたらこの酸っぱいやつ。いやそうですよね、酸っぱいのあるんですよね。はい、頑張ります。リベンジしてくれるんですね。はい、もうぜひとも。じゃあリベンジの模様はですね、はい、G ボーラーズチャンネルで放送します。はい、しかも7月15日に放送します。はい、明日ですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それで告知の方ございますか？はい、あの、今私が着ているこちらのボーリング TV T シャツなんですけれども、はい、オリジナルグッズを第1弾として発売しましたので、はい、ぜひ皆様ご購入していただきて、はい、はい、一緒に来てください。あ、いいですね。はい、ネットとかで購入できるんですか？そうですね、はいはい、概要欄の方にも載せておきますので、はい、よろしくお願いします。さあ、そして我々パックンマックン親子で覚える英会話の YouTube もあるんですけども、今はですねちょっと親子じゃなくて番外編が放送されておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで山田プロ、はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、この後もう一試合ですからね。私も酸っぱいの飲まないように頑張ります。はい、どうもありがとうございました。皆さん、チャンネル登録お願いします。コメント、いいねもよろしくお願いします。 LINE のスタンプ、ボーリング猫の購入の方もお願いします。お願いします。イエーイ。酸っぱい。